CS パーファースト S、第3戦、日本ハム5、2ロッテ、14日、エスコンフィールド。写真、喜ぶセミアに容赦なし、新城監督マジ勝負目で支持してる。日本ハムが CS ファイナルシリーズ進出を決めた。同点で迎えた7回、西1・2塁、9番、水野が前進守備の宇宙間を真っ二つに破る決勝2点3塁打を放った。 この回は無視から応援団がチャンステーマで選手を鼓舞。無視一二塁の好機を作ったが、上川端のギダが痛恨の併殺に倒れた。一旦はしぼみかけた好機は、タミヤが支給でつないで継続。水野に回した、二点を追う三回にはセミヤが同点二点打を放った。水野の右前だ、松本剛の支給など2、2、3塁。種市の初球。 真ん中に入る137キロのスライダーを逃がさず振り抜き、鋭いライナーで右前に運んだ。1打席目はチャンスで凡退していたので、ここは絶対に何が何でも打つという気持ちで打席に入りました。王さんと水野が作ってくれたチャンスを生かすことができてよかったです、とコメント。1打席目は初回1・2塁で迎え、2ゴロに倒れていた。 先発の北山は2回に位置し、1、3塁のピンチを招き、友杉のセーフティースクイーズと荻野の義比で2点の先制を許した。5回、西から角中に四球を与え、外を迎えたところで新庄監督はシーズン中は守護神を務めた田中正を2番手として送り込む勝負手を打った。田中正は外を156キロの直球で空振り三振。6回も続投して三者凡退。 7回は友杉を打ち取ったところで河野に交代。田中正は打者5人をパーフェクトに抑え役割を果たした。その後も小刻みな系統で、最後はベテラン宮西で締めくくった。2点リードの8回には清宮が2投を成功させて後期拡大。万波の敵地打でダメ押しした。勝利を収めると、新庄監督は万歳。重圧から解放された清宮、北山らは男泣きし